のおせおせラジオ番外編です。よろしくしあ、席です。よろしくお願いします。<laughs> はい、お願いします。じあ本編は毎週土曜日に配信していますが、こちらは毎週水曜日に配信しています。うんえー、まあおせおせラジオというふうに名前を変更したせいでですね、はい、ちょっとラジオが押してしまいました。<laughs> 本編がね、おせおせでした。はい。本編がね、まあ、はい、おせおせに変えたからどうかわかんないけどね。うん。 あんなにたくさんのコーナー募集したにもかかわらず小野ちゃんが自分の曲を持ってきたからっていうのが一番の原因やと思いますけど、はい、それも一理あるで,ですよねだから押しましたよ確かにこのね番外編の方でそれを回収していきたいと思います <laughs> ここでじゃあコーナーをやろうと、はい、やっとほら聞いてる人これこそ予告するべきやった前回あの本編の時に <laughs> 番外編でやりますよって言ってあげたらよかったよねほんまや ほんや<ー> <laughs>。大阪から帰ってきたみたいって、ね。<laughs> で。ああ、ま<ず>いここいぞ、いいぞ、いいここ、ここもは言っちゃだめか、まだ、まだ言っちゃだめだよねダ、はい。ダメです。クイズのこと、あぶな。で、まず。はい。やりたいコーナーは。ただパパ応援団。あ,ありがとうございます。前回、関さんが考案したコーナーですね。こちらは。 家庭内で、えー、肩身が狭くなりがちなお父さんへの皆さんからの感謝のメッセージを募集するコーナーです。そう,そ,うそ,うそうなのよ、言ってあげて。ありがとうを欲しがっている関パパへ娘さんの代わりに感謝を伝えてもいいということにもなっています。あ、なるほど。ええー、あお、うちはなるほど大娘の気持ちになってありがとう言ってくれるってこと？はい。っていうのもありです。はあ、なるほど。これは本当スタッフの金子に聞かしたいコーナーだから。はあ。 そうなんだよカナゴそうお父さんのこと嫌いって言うからだか <laughs> <laughs> ら,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 ら言うからさそんなカナゴに向けても話していきましょう,う響け届けと思ってるからお便り届いております <はい S 1> ラジオネームおりさんおりさんありがとうございますお父さんいつも美味しいご飯作ってくれてありがとういやいいね実家に帰省すると毎回父がカレーや唐揚げお刺身など 結構な量の料理を作ってくれます。うん、一人暮らしで、どうしても実家の味が再現できないのですが。父が作ると、やっぱりいつも食べた。実家の味になるんです。<ぁ>小野さんは、何か思い出の味はありますか?。お、私にも来てる。いいじゃん、このありがとう、お父さんへの。ちょっと頬杖ついて、聞いてる場合じゃないよ、かなこそれ。<laughs> いや、今やっぱ、お。どうですか嬉しい。いや、嬉しいよね。すみました。 関さんも最近ご飯作ってますからねいやありがとうとか言われないもんあんまりちなみに私の思い出の味なんだろうななんで俺には聞いてこないのね <laughs> 本当ですよねおりさんもうなんか途中まで「あ俺のコーナーから俺に向けて」の気持ちで書いてくれてんかなおりさん <laughs> と思ったら「おもちゃんは?」って言った瞬間に俺もあれっっって思っちゃった <laughs> 一瞬ね、うん、ちょっと一瞬「あれ?」って思っちゃったんだよ 私の思い出の味は卵焼き。あら、なんで。あの、母が作る卵焼きは。甘くないんです。うん、しょっぱい系えっと、しょっぱくもない。何の味もしない。え。何も入ってない。タンパだけが入っている卵焼き。なんか、今想像したんだけど。うん、しょっぱくも甘くもない卵焼きって。ちょっと怖くない?。 食べた瞬間怖いよねってそのものの味を楽しむ卵焼きなんです友達とかに言うと今のような関さんの反応になるんですよえってなるよねうんどっちってなるよねでもそれをこょうゆつけ食べるんです私はあまあまあまあ確かにお母さんはそれは好きでそうしてるってこと昔からそうやって育ってきたっていうから伝統おののけけ伝統味付なし卵焼き そうなあんま聞かんねえまあこれあのただパパコーナーですけど私ちょっと母の話しちゃった <laughs> <laughs> いや確かにそうだねもうこのコーナー終わりやんこれ <laughs> まあ、まあ、お父さんもよろしくうん,関さんまだお便りいただいていますまいいねお父さんへの感謝お願いしますよこれはすごいボリューミーなお便りですいきましょう、はい、ラジオネームすずめクレイジーさんありがとうございます私の父は非常にだらしない人だと感じていますあ 私が高校生の頃に<え>父は仕事をクビになり<う>その間は就活も家事もできず家でゴロゴロし続け<え>自分が学校から帰ってくるとハッチポッチステーションって面白いなと <laughs> 夕方のイ、e、ーテルの感想を報告してくれましためゃ見てるやん夕方みんな仕事してる時間だよ <laughs> 確かにそんなダラダラした父を一度だけ尊敬したことがあります一度だけはい 私が社会人になり入社に伴って引っ越しをすることになったのですが、うん、いざ引っ越し先に到着すると玄関前に猫が丸まっていました、うん、近づいてもピクリともしなかったのですがよく見ると野良猫が行き倒れて亡くなっていたのでした相当苦しんだことが分かるほど険しい顔で横たわっており、うん、その姿がとても恐ろしく感じて恥ずかしながら触れることができませんでした。し、うん、しかし 猫をどうにかしないと中には入れません、うん、だけど頼れる人は周りにいないそこで連絡を取ったのがうとましく思っていた父でした <laughs> 余計だなうとましく思ってたのね <laughs> 同じ県内に住む父は家まで駆けつけてくれました、うん、父は線香一本に火をつけあ素敵ね猫に向かって手を合わせた後引っ越し用の段ボールにゆっくりとその亡骸を収めました、うん そして市役所に連絡しろと私に告げかわいそうな猫を迅速に弔ったのでした遺体を前にしても微動だにしない胆力、うん、しっかり供養してあげた動物への思いやり、うん、父の機敏な動きを初めて見たような気がしてずっと一緒に過ごしていても知らない一面があるものだなと思いとても頼もしい父の背中を見ることができましたお父さん ありがとうございました。いやー、いいね。なお、うんえー、父はその後ようやくついたシルバー人材センターの仕事も。クビになりました。裏切らない。お父さん裏切らない。<laughs> ハッチポッチステーション。好きなんだろうな。<laughs> ハッチポッチステーション面白い。<laughs> 響くね、響きますね。それは。いや、でも優しさがあるよね。そう,そ,うそう、じゃ、お線香を持ってきたっていうところが。根本,本的に優しい人なんやろうなと思って。 ハチチポステーション好きな人優しいもん絶対いろんな番組やってる中で「ハッチポッチステーション」選ぶあたりがねワイドショー行かなかったんだよ多分行かれないなっても思いますねすごくなんかでもなかなか言えないことを伝えてくれるっていうのはね私はお父さんと代わりに受け取ってねえてパパ見えてるかなパパな複雑や何だ パパ聞いてるかなと思ってこのラジオパパ見えてるかなって <laughs> 違いちゃった面白いね見えてるかなって <laughs> 何,、ね、<laughs> 何をメールをってこと <laughs> 次,次オーパッキャマラドさんオーパッキャマラドさんはいありがとうございますアツシパパこれ代理のパターンじゃん代理のパターン、うん、いつもお仕事頑張ってくれてありがとう 今年初めの寄せはいろいろあって、急な一人漫画になって、大変だったよね。よ <laughs> あれ、俺の行動を全部見てくれてる。な <laughs> その時のお話を聞きたいな。<laughs> 以上です。<laughs> <laughs> なんだろうね、この最後、やっぱ、あんまりしっくり来ないね。あつしパパ、そう、大変でしたよね。これ。しかも、あつしパパって、ほら、よば、パパって呼ばれたことないから、俺。あ、そうなんですよね、関さんって。 パパっては呼ばれてないんですよね<う>お子さんからあっちゃんって呼ばれちゃってるから一度もパパって呼ばれたことない素敵だなと思います不安になるよ分かってねえんじゃねえかって思うきあんだからたまに <laughs> 一回ちょっとビビりながらも息子に確認したもんね俺がお父さんだって分かってるかって <laughs> 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 普通にあっちゃんあっちゃんで事柄進んでって友達みたいな感じよく遊んでくれるおじさん的に思ってるんじゃねえかと思ってうんうん、うん 俺がお父さんだって分かってるかって聞いた。分かってました。知ってるよって言われた。あ、よかった、よかった。いや、そう、まあ、寄せの話はまた。ね、近々話しますので、今日ほら、コーナーいっぱいあるから。そうか、そうか。そうなのよ。わかりました。まだその。チェックしてくれてんの、私の動向もね、ありがとうございます。また別日に伺いたいと思います。じゃ、続いて参りましょう。すごいね、たくさんコーナーあるね。そうよ。あと三つあるよ。 どれ行きますオノマトペに行きましょうオノマトペってどんなことでしたっけオノマトペイェイ <laughs> リスナーのお題を私、<laughs> オノがオノマトペで表現して関さんに当ててもらうという顔なんでオノマトペだからジェスチャーじゃなくて言葉、擬音みたいなことそうですそうですで、はいやとじゃあ私はそれそれだけ聞いて、はい、私とリスナーさん当てればいいってことねはい、はい、問題こちら ゆずあやさんからですはいありがとうございますゆずあやさんが問題を考えてくれたんねああ、な、まあ、いきましょうはいかなり絞られたぞ今シュッシュッえっ、ー<え> <laughs> キュッキュッキュッソロリ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 シュッキュッシュッキュッシュッキモノ すごーいえ当たり当たり当たり当たった方が驚いて俺も入ってこない今 <laughs> え。えすごいなんで分かったんですかえっとね、えー、じゃんたんたんたらがなければ分かったもタイプ。<laughs> あれが、あれは何だったかいまだにわかりません。なんで直しかみたいな感じだったのえやめてよ あれで全部直しかの世界観いったけど <laughs> なんかそういう雰囲気かなと思って今とっそりそろりそろりでなんかちょっと和のイメージがやっぱりちょっと出てきてえ <laughs> <laughs> すごいこれ食べてるしゅっしゅっていうのは着物キ,キュって締めるで帯のイメージになりましたねあえすごい私ちょっと着物屋なんでちょっとこれは当ててもらいたかったですあ私の親がね着物屋なんです、ね、<laughs> <laughs> はい。 以上まとペでしたこ <laughs> これれ楽楽ししそうな雰囲気やっってみると楽しかったかたもね,これねただ若干だけど、あのー、ごめんなさいリスナーさんと違って私は若干小野ちゃん動いちゃってるんでちょっとジェスチャーのヒントも私はありましたごめんなさい出脚がねキュッてやってるのがもうお腹の前でキュッてやってたのが僕見えちゃったのでだから多分そこで着物の方にいっちゃった感じあります。 今度は手縛りりながらやりますね <laughs> だからそうですね、えー、オノマトペちょこちょこジェスチャーぐらいで私やりました、ね、<laughs> これ面白いんでまたやりましょう、はい、続いて続いてのコーナー丁寧な暮らしやっと入りましたねエコー。ね、よかったよかった息が合いました。<laughs> 私尾野が憧れる丁寧な暮らしへのヒントを募集しますこれ何なのこの改めて聞いても意味が分かんないんだけど <laughs> 何が来んのこれ私の生活をより丁寧な暮らしへとさせてくれるヒントまず丁寧な暮らしっていう言葉があんま入ってこないんだね <laughs> これに、ね、一通だけ来たの一通はい。丁寧な暮らし。念仏踊りさんから はい小は野い、はい、さんへの丁寧な暮らしのアドバイスですが身の回りに植物を置いてみるのはいかがでしょうか、うん、植物をお世話することと成長する過程を見るそして、めでるということが丁寧な暮らしへのきっかけになるかもしれません、うんうん、試しにアボカドあたりを育ててみるのはいかがでしょうかいやこれねアボカド育ててるのはうちの,あのアナウンサーの同期花江ですこれさあのもうツイッターでやり取り取してもらっていい <laughs> えっ あのラジオで募集してやるほどのことでもないと思って。さあ <laughs> なかなかないです、ね、私のく生活がどんどん上がっている。いやいやいや <laughs> 勝手に他でやってもらっていいから<ー>。<laughs> 一緒に考えてください <laughs> 関さん。あの私,ななあの私ちなみにでも植物育ててますよ。何育ててんの？観葉植物のゴムの木と<う>あともう一つ育ててます。ちょっと思い出せ思い出せないけど。二 <laughs> つ <laughs>。いやもう思い出すことに期待してないから大丈夫。<laughs> そう。うん あの育ててますし、あの毎朝声かけてます。うん、行ってくるね。<laughs> はい。もうできてんじゃん、丁寧な暮らし。うん、なのに、慌てて、出て、お土産忘れていくんでしょう。忘れてどういう状況よ。行く前に。行ってくるん、ね、で。はあ、出してくんの。<laughs> どういう感情で朝生活してんの。ゴム <laughs> の木のゴーちゃんとかに、ちゃんと声かけてくれ。ゴーちゃん。行ってくるね。キャー、出してくれ、そっか。そう。 もうブーツのチャック開けないで走ってきたから今日。いやそのゴーちゃん行ってくるねをやめてゆとり持ったら <laughs> <laughs> そっからダッシュするからおかしいんでやってわかった <laughs> <laughs> 以上、えー、丁寧な暮らしのコーナーでした、はい、丁寧な暮らしありがとうございますすごいねまだコーナーありますね怖いねおのおのの事情 <laughs> <laughs> 皆さんのこだわりや譲れないことなどやんごとなき事情を募集するコーナーですこれもなんかちょっとふわっとしてんだよねでもね結構来てますよおのおのの事情を <laughs> 聞いてみよう聞いてみようとりあえず私のおのおのの事情ですが「うん、ハックション!」と他の人がくしゃみをしていると私は「ウェイ!」と愛の手を入れたくなります <laughs> なんとなく始めたことですが最近ではくしゃみをした人が恥ずかしがらないようにカモフラージュするためではないかと思うようになりました<ー>私の友人や兄弟は結構楽しそうに合いの手を見てきます小野さんもやってみてくださいこれでも若干俺やってるかも子供とハクション「ウェーイ!」とか言ってる可能性は俺私もやってる「ウェーイ!」とか言っちゃってるかも俺も私の場合はハクションって誰かがなったら「からの!」ってやりますそれきついなぁ 完結してんのねこっちはもうハクションからのハクションよいしょいや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 やだやだやだってやる私はハクションからのからの何それよいしょもういっちょみたいな感じの愛のなんか彼氏ができない理由が分かってきてやめ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 てなんかやだそれにこやめっかってくれる人じてやめてやめてやめやめ やだよ乗っかれないよよいしょって言ったらもう一回ハクションってやってくれる人がいいうわそうしたら近所から無視されるそこそのカップル怖いもんハクションからのハクションよいしょハクションでおかしいじゃんもうそれおかしいおかしいおいはいネクストはい次ですなごみさんはいなごみさん兄弟ってコップに飲み物を注ぐと選ぶときに どっちが多いかで見解なりませんかあーまあまあまああるな私の父は兄弟の一人が注いで別の兄弟が先に選ぶというルールを定めていましたうこうすると絶対にきっちり平等になるからと時,時がたちその方式を私も我が子たちにやらせていますえどういうこと<ー>、えー、まずえっとだからそのお父様がやってたのは 兄弟のうち一人が何のもの注いで、で、うん、もう一人の兄弟が、えー、先に選ぶと、そうどっちにするか選ぶ。はい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 。だからそれでも用あるパターンあるね。ケーキとかもなんか切り分けてない人が先選ぶとかね。ああ<ー>あるよね。へえー、そっか喧嘩になっちゃうんだ。そうまあ。 年近い男の子とかやっぱり。こっちの方が多いのにみたいなね。おおええー、これ考えられてますね。そうですね。お前 <laughs> やっぱ疲れてんな。<laughs> <laughs> 私喧嘩になったことないないや、まあ、基本的にでも、お、お兄ちゃんだっけ。兄です。兄弟。うちに。そんな喧嘩に。うちの兄。優しかったからね。うん、すごい優しいんですよ。そうなんだ。何でもいいって言ってくれるんで。 何でもいいって言った何でもいいよいいよってめっちゃ優しいじゃんそ<う>だからこうなったのかいや <laughs> <laughs> えー、ありがとうございました以上、うん、コーナーのコーナーでしたコーナーのコーナーねいかがでしたかいや、意外にやってみると楽しかったのがなんかオノマトペのコーナーねぜ。全部盛り上がりましたでも送りやすいのやっぱり各々の事情は 受け皿として広いからなんかこういう本当に気楽に送りやすいのこれじゃないですか確かに思いつくものいっぱいありますよね関さんないんですかおのおの,のおのおの事情おのおの事情カップラーメンのお湯は、えー、線の1ミリ下お心がけてますなんで、えー、ちゃんとメーカーさんがこの粉のスープを全部溶かしたら美味しいっていう最強を考えてくれるわけじゃないですか ただ、100%全部入れれない可能性があるから、そこを加味してちょっと引いてお入れます。おのおのの事情ですね。<laughs> こういうことでしょ。自由に自分のこだわりとかなかやってることを聞いてもらうっていうこといいじゃん、おののの事情。ちなみに私はカップラーメンは、うん、あの3分まで待ってってなってたら2分半で食べます。うん、あ、ちょっと固めね。固めが好き。あの一時期流行った10分丼麺ってやった。 あれおいしそうでしたね俺はめっちゃ好きやったんだよなあれふわふわしてるんですよね意外に俺ありやなと思ったああ10分間待つんですよねそ,そうそうするとんかちょっと伸びたふわふわした目になるのがめちゃめちゃ美味しかったあ食べたくなってきたお腹空すいてきたねとか食いたくなよねあ食べたいね今度どん兵衛とかこうカップラーメン食べながらやりたい、ね、ラジオはダメだよ <laughs> ダメずっとズルズルズルいってるようになっちゃうからさかねえコーナーは「ただパパ」と「 おのおのの事情に絞りますと。あ、よかったです。あ、他はなくなっちゃうの。<laughs> そうなの。いや、とりあえずね、そうね。たまにオノマトペ大会じゃないけどさ、うん、特集で、皆さんにそれを送ってもらって、みんなでやろうみたいなのができるし。そうですね。あ、待って、忘れてた。暮らしの方は勝手にやってくれればいいから。丁寧な暮らしは。納豆のネバネバコーナーもまだ。もう。 もうやらないって,今てやらないじゃなくてあれはもうなかったことにしてます <laughs> 分かったもう忘れてください、はい、私聞き分けもいい方なのでもうあの時間すらもったいないはーい海外行って急に主張する時だけ声でかくなる癖になってるよね <laughs> 今日ゴジテレやってても思ったんだよね急に声でかくなるタイミングがあるや海外の影響かなんかなあれが 今日のなんかね「ビンビンギンギン」も声大きくなっちゃってね「<う>ビンビンですから!」ってねあと「<laughs> アイラブ・ッチン」もでかかったよなんかわかんないけどわかんないけどなんかのきっかけでなんか急に声張り始めるから<の>びっくりするの横行って大体いいその自信持って喋ってる時声大きくなるっていう単純な方法ああそうなんだ、はい、今日は内容もちょっとさ、ね、が重めの話やったから、はい、それもあったんか急に「はい、アイラブ・ッチン」って言ったから。<laughs> 何かあったんかなと思って急に声張って情緒が今もね急に声張り始めたからねはいって言ってたもんねネバネバもなくなってしまいましたがネバネバはもうないです、はい、でもあのさらっと流れてきました <laughs> 全然ネバネバせずにさらっと <laughs> ネバネバってなんだろうって思ってる皆さんはあの前回の番外編をね聞いてくださいそうだ聞けるんだよねそれで正解がわかりますではではでは とというこでコーナーは作りすぎましたけれどもつに絞らせていたただきまし整理していかないとね送りづらくなっちゃうからクレームきたらしいよどこ送っていいか分からないそりゃそうよねおクレーム大歓迎ウェルカムムなクレーお待ちしていますクレームお待ちしてますね閉めちゃだめやクレームしか来なくなっちゃうからクレームはできるだけはお待ちしておりませんそうですねなんだろう クレームはそれのメールね。ールねノーベルカムです。うん、では番組では皆さんからのメールを受け付けています。はい、メールの宛先はすべて小文字でポッドキャストアットマーク fcd.jp です。うん、そして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています。はい、概要欄の URL からチェックしてみてください。番組の感想もお待ちしています。待てますよ投稿はすべて平仮名でハッシュタグおゆらじ、うん でお願いします。うん、番組公式 X のフォローもお待ちしています。グッズも販売しています。みんなよろしくな。ね、そうグッズ最後に一言言っていい。なんで今日スタッフの皆さんはあのおゆらじグッズ着てないんですか。いつも着てるのに。え、そうなの。いつも多分先週は着てたイメージありますね。確か、うん。なんか。 みんなどうしたんですか、うん、曜日間違えた、はい、あとは,あとは洗,濯洗濯している、あとは飽きた飽きた飽きた,飽きた自分で作ってる <laughs> <laughs> じゃあのえ、最後何こういうか、怖いね <laughs> 皆さん、グッズも買ってなよろしくな <laughs> <laughs> バイバイ